緑が美しいですね。いや、思った以上にね、このカメラを使っての撮影は難しいです。妻子変電所、関西電力です。発電所とかね、変電所はね、すごく絵になるんです。撮りますね。でもね、今日日曜日なんですけれど、思った以上に観光客は少ないです。ここはちょっと暗くて無理ですね。一応測ってみましょうか。いやね、結構撮影難しいですね。はい、これは桃助橋です。素晴らしい橋です。はい、間宮 C330、 思った以上にね、撮影は難しいです。ファインダーでは左右反対に見えますから、構図の捉え方がね、やっぱり悩んでしまうんですよね。まあでもこれも慣れの問題かもしれません。曇り空です。曇りになると露出は均一になります。250分の1の11半ですね。
でもね、写真撮るのすごく難しいから逆に面白いんです。